はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自虐動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、きなこなんですけどもね、きなこは甘いと思ってました。僕はね、きなこってわらび餅についてるでしょ、あれって甘いでしょ。僕はね、それが本物のきなこと思っていました。でもね、コメント欄で真実を教えてもらって明らかになりました。そのコメントをね、紹介させていただきます。せっかく教えていただいたんでね、お餅を食べてる時は甘くないきな粉に砂糖を混ぜるから甘い。最初から砂糖に混ぜてあるきな粉ってわらび餅とかについてるやつだと思う。なので乾物コーナー、ごま売ってる近くにきな粉があるはずだから、それで試したらどうかな。ひょっとしてきな粉って全部甘いと思ってました？なーにーですよ、甘いと思ってました。もちろんだからね、奥さんに買ってきてもらったんですよ。ほんな売ってましたよ、これね、これですよ、きな粉。これ見てもね、名称きな粉、原材料丸大豆ってしか書いてないんで、砂糖も何も入ってないんで、きっとこれでしょ、これがきな粉でしょ、うん、きな粉と書いてますからね。でまずね、これを単品で食べてみましょう。甘いかどうか確認するのにね。ほんでこれを豆乳に混ぜて飲んでみましょう。まず食べます、粉でしょうね。粉ですわね。きっとあんな味がするんやろうなっていう想像がつくんですよ。ちゃんとね、甘いきなこ、きなこじゃきなこなんで。あ、匂い、めっちゃええ匂いしますやん、これ、きなこって。一緒一緒、わらび餅のきなこと一緒やん。またね、これ、この前も出た、大さじ小さじ1杯ついてるやつね。まず 1mg からね、いきますよ。きなこ、いただきます。これぐらいかな。すり切りが難しいね。すり切りが難しいね。きなこね、これね、いただきます。うん、あ、うん、すっとんだ、どうしよう、すっとんだけど、まあいいや、手閉じてあげよう。めっちゃきなこやけど、水分奪われるな、これ。甘くないけど、あれですやん、節分の豆と同じ味しますよね。そうか、あれつりつぶしたやつがきなこやもんな。そうやな、そうそうそう、節分の豆と同じ味ですわ。美味しいな、これ。ちょっとええ感じやんかいさ。あ、でもそのわらび餅ほど、わらび餅についてるやつほど甘くないっすね。やっぱあれはそのね、コメントで教えてもらった通り、砂糖がまぶしてあったんでしょう。まあそうなんでしょうね。ありがとうございます。あとは豆乳に混ぜて飲みます。これね、また見えへんけど、口いった、口内炎いった、しみるじゃないけど当たって痛い。これ入れますよ。今日もね、毎日美味しい無調整豆乳で、豆乳の名前忘れねえね。入れます、こうかな。はい、入れましたよ、これぐらいでね。あー、口痛いわ。これもね、また 1mg から始めましょう。でもなー、これ豆でしょ、豆でしょ、豆に豆入れて味どうなんかな。でも味的には似てるけどちょっと違うもんな、作り方が違う。いや、豆やから一緒か。まあとりあえずこれも1ミリをすり切りで、すり切りが難しい、これぐらいね、入れます、ここに。はい、入った。まあこれもね、きっと混ざらないでしょうね、なかなか溶けへんでしょうね。でもまあ必死こいて混ぜていますんで、はい、混ぜろ。混ざるんですか、ほんまに。これってみんなどうやって混ぜてるんですか、温めてるんですか。いや違いますよね、そのままですよね。温めて一回冷ましてるんかな、わからへんすけど。うん、あ、ごまよりも全然あの馴染んでますね、豆乳に。いただきます。口の中にまだね、さっきのきな粉が残ってるからあんま分からへんすけど、もうちょっと入れてみようかな、もうちょっと入れてみだろう。 5g、 小さじ、ちょっと大きめの小さじでいってみましょう。小さじでいったら多少は変わるんかなと思うんですけども、まあでもね、これ教えてくれたね、人がいてるんで、ちゃんとね、僕はそういうのをね、英語とは試していきたいのでね、ちゃんとね、皆様の前でちゃんとこうやって体張って、体張ってね、体のためにね、やっていきますんでね。はい、これが小さじ1杯 5g でございます。はい、
た。入ったぞ。よし。さあ、混ぜます。混ざるかな？混ざらへん。ああ、混ざる混ざる。馴染む。いや、混ざってない。どっちや。なんかいい方法ないですかね。よく混ざる方法とかね、溶け込む方法がね、あればね、誰か教えてください。またね。いただきます。あ、うまい。うますぎて笑ってもうた。さっき 1g やったら足りへんかったやん、これ。 5g 入れたらうまいですよ。今の割合で 5g やから美味しいんかな。あー、きなこ感すげえ。てか豆感すげえ。あー、飲みやすいわ。めっちゃいい。でもまあなくてもいいけど、あっても全然楽勝ですね。これはええわ。余る余る。あー、うまい。やばい、うん、まっ。砂糖なくても全然美味しいやん、これ。めっちゃ最高ですわ。もう一杯飲もうかな。後でもう一杯飲もう。最高やな。ただちょっと口の中はね、粉末が暴れ出してますけども、うまかったな。いや、きな粉って美味しいんやん。砂糖なくても全然いけるんやん。いや、今砂糖食べたらあかんって思ってるだけやからな。いや、食べたらあかんのですけども、でこれはね、美味しいからすごいな。あ、これちゃんとね、 100g あたりのエネルギー量とかも書いてますよ、ちゃんと。これ見えるかな。全然ピンとか合えへんかったっすね。エネルギー 100g あたり 443kcal、 タンパク質 35.5g、 脂質 22.2g、 炭水化物 34.3g、 食塩相当ゼロ。いいですね。塩分ゼロ。いいなぁ。タンパク質も脂質も炭水化物も全部取れますやん。最高ですね。いやー、こういうのをね、知ってると知らんのでちゃいますよね。あ、ちゃんと書いてますわ。ここにね、きなこドリンクにもって書いてますじゃんと、この子が。ちゃんと教えてくれてるんや。丸大豆 100%。ね。遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。最高でした。いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。これは続けていきます。ちゃんとね、体のためにね。よかったらみんな真似してください。あ、そうや。あのね、アーモンド効果っていうコーヒーもね、教えてもらったんですけどね、あれちょっと裏見たらね、砂糖とか入ったんでね、ちょっとね、変えておこうかなって思います。あの、教えていただいた方、ありがとうございました。あとね、あとは、あれや、いつも忘れる、アマニ油。アマニ油もね、いつも教えてくれる人いてるんですよ。アマニ油って普通に売ってる？売ってるか、探しておきます。オメガ3、オメガ6のことめちゃくちゃ詳しくいつも教えてくれる方いてるんですけども、ね、枝豆食ってたらなんとかなると思ったんですけども、そろそろね、アマニ油もね、僕もね、舐めてみようかなと思っております。アマニ油って美味しいんですか、皆さん。油でしょ。あのまま食べるのか、まあ混ぜていいのか分からないんですけど、まあきっと混ぜるんでしょうね。 MCT オイルみたいな感じでね。あの、よかったらアマニ油の食べ方もね、皆さんよかったら教えてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。